帝国銀行本店分割後の帝国銀行本店が置かれた三井本館帝国銀行はかつて存在した日本の都市銀行。本店は東京都千代田区にあった。通称帝銀。交渉は八重桜。三井銀行と創設時より三井組と関係のあった第一銀行が合併して成立。日本最大の都市銀行となったが、 人事面での不均衡や事務容量投業風の相違が明確化した上、戦時下といった特殊事情もあって、なかなか合併効果が出ず、むしろマイナスに働き、戦後校内は旧密位、旧第一の二杯に割れ対立することとなった。このため、合併需要手業第一位だった業績は大幅に低下した。この事態を収集すべく1948年、世界でも例を見ない、 大銀行の分割が実施され、定銀は解散。新たに旧第一銀行系の第一銀行と、旧三井十五銀行系の帝国銀行が設立され、それぞれ営業を開始した。両校は新設分割ではあるが、三井十五系が定銀の業名を承継したため、一般に、この一件は、第一銀行の分離独立と捉えられた。新発足した定銀は本店を、 中央区日本橋室町の三井本館に置いたが、金融当局の出店規制もあって注意業のまま、推移。戦後再結集した三井グループの中核銀行となり、1954年、三井銀行と解消した。当初は十五銀行を含めた産業合併構想もあった。当時のも大銀行の1945年からの3年間での総資産の伸び率は平均で、 約150%であったが、帝国銀行は約106%に止まった。現在の会社分割制度の一手法である、新設分割とは無関係。三井銀行80年史当時から第一生命、第一ホテルなど、第一を関する企業があった。福島県に同盟の銀行が存在したが、無関係である。 東京進出この一件の8年後の1956年である、ありがとうございます。